や本日ドリーミングアップ1時からなんですけど、例えば12時20分じゃあ40分前から探してどのあたりの席が空いているのかっていうのをまずちょっと見てみたいと思います。で40分、まあ、できれば30分ぐらいまではちょっともう一回探したいね、うん、そうね、あんまり早くから並びたくないし ね。そうだね、あんまり早くからその並びたくないっていう人のためにちょっとじゃあ、うん、もうちょっと近い時間だとどのあたりが空いてるのかっていうのも一緒に見ていきたいなと思います。スタートでもうすでに、はい、こちらね、トゥーンタウンね、ちなみに奥の方はもう3列ぐらいできてましたよ、あさっき。あのうちはあの最後はけるところね。そうそう、あっちの方はねもうね3列4列ぐらいできてた。今日ねちなみにミニーのベスティーズバッシュが初日なんですよ。で多分ドリーミングアップ見てそのままベスティーズバッシュまで並んでるっていう人が多いと思うんだよね。結構もうすでに向こうの奥はねガンガン埋まってましたね。ないからいいよね。そうなの、ここはさ後ろに人が映らないで撮影できるスポットなんで。あ、でもここまだ2列目空いてる ね。ここね、そうなんですよ、それもあって結構ねもともと人気が高いんですよね。この辺りのなんかちょっと木と木の間ぐらいから見るような感じでよければまだ全然最前空いてますね。ちょっと見づらいよね、もうここまで来ちゃったら。いや結構やっぱ埋まってるよ。この後の多分ミニーちゃんの初日が結構大きいと思うんだよね。ドリミアと多分もうそのまま動かないよね。そう、多分もう動かないで、うん、そのままベスティーズバッシュまでずっと見ていくっていう感じだと思うんだよ。あ、でも意外とここはまだ2列ぐらい。ここでこの程度だからウエスタンの方なんてもうガラガラなんじゃない。まだウエスタンの方とかはまだ空いてそうな気がするね、うん、この感じだと。個人的にはあのあたり好きだけどね。あ、そうね、ヒロ結構ウエスタンのあたり好きだよね。あの最初の方にさ通過してくれるから結構さ時間が有効活用できるんだよね、早く終わるから。この左端が空いてるのはこれは多分開けてあるのよね。多分そうだと思う。そうだよね、開けてあるんだよね。ここはでも木の枝が結構大きく伸びてるからちょっと見づらそうですね。でこのあたりはまだまあ2列目とかなら全然空いてる感じ。そうね、反対側も結構空いてる。うわー、そうだね、1列目反対側はまだ1列目も空いてるね。空いてるね、ちょろちょろと。このあたりはまだ1列目も空いてるね。もうでも割と最後ら辺に来る感じだから、1時スタートだけど1時20分くらいとかにここに到着する感じだよね、おそらく。そうね、だいぶ待つね。結構待つよね、そう考えると。でも1列目はもう全然余裕で空いてますね、この辺は。まだガラガラじゃない、だってガラガラ、まあ、だってさ20分ぐらい遅れて到着するってことは、うん、ここまだ1時間前ってことでしょ。そうね、全然スカスカです。まだ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 スカスカ、誰もいない、うん、しかも今日さ結構寒いからなんか待つのもちょっと、うん、ちょっと辛いよ ね、 辛いね、これね。1時間座って待つの結構辛いよね。あ、でもまあまあそこそここの辺りは1列目埋まってますかね。ここさ多分橋渡ってくるから結構見やすいんじゃないかな、うん、逆のさ橋渡ったところで一回見たけどすごい見やすかったしね、うん、まあ、橋の前って人気あるよね。うちらも一回見たけどいいよね。そう、すごく良かった、見やすかったんで ね、おすすめですよ割と。ただしおすすめだからが人がもうすでにいます。1時間半ぐらい前に来ないとダメかもしれないね、この辺だと。1時間半前、1時間半ぐらい前だったら橋の前も行けるんじゃないですか。そうだよね、まあ、確かに1時間半前、8時間半、1時間だよ、8時間半8時間半前やってないんじゃない普通に。お城の周りはまだそんなでもないかな。ここの向こう側のそのちょっとね線のあたりですね、このあたりも座れるんですけど、今はまだこのねバスが通過するから座ったりできないんですよ。なのであのバスが通過し終わるまで別の場所で待機して、それが終わってから座っていいよみたいな感じだったんだよね前回ね。全然1列目とか空いてたね、空いてるね。で、あのベンチに座って待ってるような場所は結構ちょいちょい人がいるかなって感じですね、うん、ベンチだいぶ前からもう待ってたもんね。まあベンチはね基本的に人気だもんね、座ってられるしね。そこですね、そこね、ここの前のところにいる列がこっちの場所の一番前のところをバーッと入るための列ですね。まだ1列目ギリギリ行けそうじゃない、この人数。そうだね、もうちょっと後ろだったけど1列目行けたから、端っことかだったらいけるんじゃないですかね。あ、でもこっちも意外とまだ1列目空いてるよ。こっちもそうね、ここのところどころ空いてるね。あ、もうちょっと詰めてくれたらいいのになって思うところ時々あるよ ね、うん、そこはねしょうがないよね。まあまあしょうがないね、こっちまだ空いてない。こっちはねだいつも空いてるしね、いつもは空いてない。そう、ウエスタンででも意外と空いてるイメージあるよね。そうなんだよね、うん、ある。なんでだろうね。
でもいや結構こんなに埋まってるよ。ここいつもそんなすぐ埋まってないじゃん。あ確かに。あれでもそこの、うん、そこのガラッと空いてるところって空いてるんじゃない？座れるんじゃない？いや、うん、どうしよう座りたくなっちゃう。この空いてたら空いてるけどここの入り口のところがそのぎっしり埋まっててるのがなんか不思議。確かに。あでもこっちもまだ空いてるよ一列目、うん、え全然まだ空いてますね一列目。あれ今日結構空いてる。いや本当に空いてるよ今日ほら見て。本当だ。ここだって全然一列目めっちゃ空いてるじゃん、ね、え取っちゃう取っちゃう。めちゃくちゃ空いてるじゃんこれ。多分ね15分前でもここは行けそうな気がする。いや15分前はさすがにダメじゃないですか、うん、ビリーブもあなたも同じようなこと言ってましたよね、うん、いやまだ全然最前はいっぱい空いてる。いっぱい空いてる、ね、最前列でご案内中ですって言ってるし。言ってたね、うん、よかった。ビリーブとしかって何も見えないエリアにご案内されなくて済むよ。いやすごいね全然空いてるじゃん。3時半まで行ってもいいんじゃない。え寒っまあまあまあそういう手もありますよ、うん、私たちねちょっとあのミュージックワールド当たっちゃってるんであれですけど、うん、あでもだいぶまあちょっとこっち近づいてくると、うん、ちょっと混んできたね。まだでもね最前ちょっと行けそうなところはありますね。だいぶ最前はちょっと埋まってきてるね、うん、こっちはね2列目かな。なんかもう綺麗にほらパレードのルートが見えてるもん、うん、もうあでもまあほんのりこういうところとかね一人とかだったら厳しそうだな。そうあっちとかもちょっと一人とかだったらいけそうかもみたいな、うん、ところはまあちょこちょこありますね、うん、微妙にほらちょっと空いてたりするとこあるから、ああいう二人分とかもさ一、ね、人二人だったら意外といけるかもしれないね。ホンテッドマンション付近まで来ました、うん、この辺りはまあそこそこやっぱそれなりにはやっぱ埋まるよね。もう40分来てるしね。あでもまだ1列目空いてる。本当だここ空いてる。すごい縮こまれば2人座れそうだけど、縮こまってキュッてしたら2人入れるよ。30分ぐらいのきついよね。あーでもここも空いてる。ちょっと待って取っちゃう、うん、こうする取っちゃう。あれなんか突然ここがね空いたんでちょっと勢いで取っちゃいました。クリッターカントリーの入り口の真後ろぐらいな感じですね。30分前でこちらの場所が取れました。なんか結構歩いてたりすると突然空いたりとかねする時も意外とあったりするので、前回クリスマスの来た時も急になんかパッと前空いて、あ2人座れるっていう感じで座れたりとかしたこともあったので、空いてないなと思ったらちょっとうろうろして探してみるのもいいかもしれません。そしてドリーミングアップ30分前から探してもこの閑散期とかの時期だったら全然余裕な気がします。パレードおよそ20分前になりました。ウエスタンランドの付近はだいぶ埋まってるかなっていう感じですが、意外とねポツポツと最前列がさっきね2つぐらい空いて、今ね1つ埋まっちゃいましたけど、もう1個まだね最前列空いてますね。コンテッドマンション側っていうのかな、アウト側になるところですね。外側の方はもう結構埋まってて今2列目の案内ですね。とはいえ私たちの後ろはまだ誰もいません。でダンボとかの付近かな、あの辺りは多分2列ぐらい埋まってそうな感じがしますね。見た感じこの辺りね、この辺りね急にねさっき2席空いて、あ今埋まりましたね。さすがにねさっきねそう誰もいな急にいなくなってなんでだろうって感じだったんだけど、さすがに埋まりましたね。これどこ開くのね。ねえ急に開いたんだよねさっき。本当でもねそういうところもあるからちょっとなんか埋まっちゃってるなと思っても、なんかもう一回ぐらいなんか気になる場所があったらちょっと回ってみてもいいかもしれないですね、うん、この辺りはもうだいたい2列ぐらい埋まってるかなまだかなぐらいな感じですね。から東京ディズニーランドでドリーミングアップ見る方は参考にしてください。ミッキーが目の前に